さあ動いてますか、どうですか。もうさっきからずっとバグりまくってます。 iPhone が固まってちょっとのんきが踊り出してから iPhone がちょっと動かなくなりまして、ちょっと映像がね、のんきの踊りも見せてあげたいんですけれども、ちょっと映像が残ってるか今わかりません。ちょっと見れましたかでしょうか、皆さん、のんきれんの踊り見れましたでしょうか。いやさっきみたいにね、全部映したかったんですけども、ちょっと iPhone の調子が今になって悪くなってきました。また iPhone ね、もういざという時に動かなくなるんでね、大変ですね。ちょっとさあ映ってますでしょうか。さあもうすぐのんきも踊り終わります。テル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 テン、ドドドンガドン、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 ドン、タタンタタンタタンよ。ということで、のんきれんが終わりました。先次はうずきれんが入ってまいりますけれども、さあちょっと僕もまた移動したいなと思います。さあただいまうずきれんが入ってまいりましたが、僕もちょっと移動しようかなと。おっとすごいですね。ドンキが映らなかったんで、ちょっとお金払ってもらわないと。すいません。ということで、そろそろと叱られましたので移動したいなと思います。よいしょ、よいしょ。こちらからやってまいりました。さあ移動しましょう。まあまた登っていこうかなと。まあ商工課のね、一部にもね、まあ頭おかしいやつはいっぱいいますからね。ナルトの商工会もね、頭いいやつと頭おかしいやつがいますから、商工会もね。あ、クミさんありがとうございます。音だけでも聞けたからということでありがとうございます。踊りもね、ほんまに流したかったんですけども、で、ナルトの商工会に何ですか、映画アワダンスの群馬上映がないのでなんとかしてと言ったんですね。多分そのメールを見たのはさっき叱ったやつなんでしょうね。叱ってきたやつが言ったんでしょうね。配信ちょっと調子悪いですね。ただいま金魚みたいになってると。まだね、国さんはまた次徳島市の阿波踊りで堪能してみてください。こちらがこちら側が多分また四国の中でも放送があるとされる方ですかね。カメラがナルトテレビナルトのカメラがあるので、多分こちら側にもしかしたら四国の方が見れるのではないかなと。ケーブルでお茶接待って僕らも飲めるんでしょうかね。僕らは飲めないんでしょうね。喉が渇いてしゃあないですけども、こちらの入り口側にも回ってみましょうか。こちらの入り口側にもお茶飲みたいな。あれが渦潮大使ですね。渦潮大使
僕は前に渦潮大使はあの宝くじのところで会ったんですけども、その方と一緒なんかな。あ、英語を教えてくれたリュウさんがいてる。英語を教えていただいたリュウさんがいてますね。もしかしたら知ってる方いてるかもね。あのナルトっていう発表来てるのが観光課、そしてあのマークがというなんか赤のあのマークが商工会ということで、リュウさんが中国を教えていただいたリュウさんがいておりますね。じゃあこの辺に僕の知ってるもう一人中国を教えてくれた方がいてるかもしれないですね。くじ引きやってみたいですね。子供の頃はようやったんですけどね、今になるとやっぱ高いかなと思ってしまいますね。あ、リラックマでもリラックマ欲しいですね。こういうゲームとかも当たるんかな。おこちゃんすんごい混み合っております。うわうまそう、広島焼きです。わ、焼きたてうまそうやな、これも。毎度おきに、イエイイエイって言って。あ、かき氷うまそうやな。かき氷も後で食べようかな。かき氷夏といえばね、かき氷をよく食べない。あ、すごい、こっちは昆虫、カブトムシとかですね。ギラファノコギリすごいですね。でかっ、ヤドカリでかい。これは偽物です。こっちが本物です。オーカサスオオカブト、すごいね。スーパーボール、あ、輪投げがあるやんか。輪投げ、あ、向こうにトロフィーがあるよ。欲しいな。大使4月ぐらいから新しい方に変わった。あ、そうなんですね。え、ってことは宝くじやった時はあれ、いや、でも新しい法の新しく就任された方と会いましたかね。美味しいね。なかなか入らないですね。人形、人形釣り。なるほど、人形釣り。え、すごい、ワニパックンで捕まえてるやん、もう。釣るどころかワニパックンで食ってるよ。あ、なるほど、ワニパックンで捕まえて、でもらえるのが釣り竿についた人形ってことか。じゃあ人形釣りっていうよりかは人形釣る前にもう人形釣られてるやつが景品なんですね。わ、さっきよりか人がギュギュッと多いですね。
どっかかき氷安いとこないですかね。200円ってとこないですかね。今からこれは恵比寿連が踊り始めました。恵比寿連、恵比寿連が踊り始めましたよ。わっ、たこ焼き、ここまでが演舞場ということで、一応ここまでが全会場となりますね。でちょっと水玉連行きましょうか。水玉連行きましょう。水玉連にはね、知ってる二人がいてるのでね、どこにいてるでしょうか。ハセリュウ、ハセリュウ、あれ今も映ってるよ。マジっすか。どうもただちょっとネットワークがあれやから、クリアに映ってるかわからないけども、ずっとネットワークが、今日は普通にプライベートで。なるほど。どうも。去年ぶり映るのは、あ、見て、エンジンを組んでおりますね。びっくり。これ今配信中。マジっすか。何しておるんすか。いや、プライベート、今日はプライベート、のんきではなくプライベートで行ってるんよ。ほら、もう抜けてください。あっちまで行きます。あっちまでじゃあ持っとこうか。やった。今ちょっとネットワークがちょっと接続不安定やけども、でも映ってるのは映ってるから頑張ります。はい、頑張ってきて。オッケー。使ってええの。それは全員使わなあかんよ。さあ、こっちは使わさなあかん。頑張る。はい。5時間でよう見るよ。いや、出てんねん、ずっと。レギュラー出てとんねん。よう見るよって。月曜日やな。月曜日。職場でよう出るって言ってるから。職場で。なるほど。さあ、そろそろ。月曜日、頑張って出てます。いや。さあ、俺が告知してるから大丈夫。もう結構踊ったんですか。いや、これ初やねん。あ、初。なるほど。じゃあここからさじき通ってと。ちょっとまたうろ、はいはい、踊らない。いや、今年全然練習出てん。一回しか練習出てんから、と徳島市もまだのんき以外で踊るから、仕事で。じゃあのんきでは今年は踊らんか。そう。多分そうなるな。一日だけ空いてるから、そこどうしようかなと思ってるけど。総踊りええねんな。俺ムチ打ちが今、俺ムチ打ち状態で首が痛いから鳴り物も運ばれへんっていう。そう。さあ、そろそろと頑張ります。はい、頑張ってきて。ちょっと僕はカービィの携帯を預かってるんで、まだゴール地点で待ちます。
え、どこのゴール地点？一個か、それとも一応向こう、それともここだけ？あ、OK、わかりました。まあ、ゴールしたぐらいにもう一回行きます。はい、多分ブラブラしてる。おー、大丈夫かな、あの男の子が思いっきりこいだ。頼むぜ知恵、頼むぜ知恵が来ましたね。あー、便利だ、便利。ただみんな気になってる目で見てますよ。あの人誰やろうっていう。あの人誰やろあの人誰やろうって目で見てましたね。もし表行動するの？いや、どうする？あれ、ただ俺のんきで今年踊らへんよ。あ、マジで？そうやね。何で踊るの？県庁。県庁？シーと踊る。マジで？シーと踊るらしいよ、らしいよ。表行動したいな。そうや、多分俺だから最悪私服で踊る可能性もあり。あー、それきつい、きついかな。どうだろう、どうやろう。ママ行ってきて。あ、行くよ。はい、行ってらっしゃい。ということで、水玉もね、今行ってきましたね。さあ、こっちが大喜連ですね。大喜連が構えておりますね。で、水玉行って大喜連が踊って、で、まだ後ろにあれは何連が空いてるのかな。渦、渦潮連あってですか。いろいろと、あ、キャラクターお面とかある。あ、いいな、ここの屋台。あとでここ通りましょう。あと最後はあそこのここのね、屋台を通りたいなと思います。あ、でも1、え、9時からにわか連が空いてると。9時からにわか連、今何時だ。もう時間感覚がね、なくなってきますけども、まあ8時40分でございます。8時40分、あとね、もうちょっとしたらにわか連の方が、じゃあカバン熱い、 Wi-Fi 入れてるところがもうやばいぐらい熱くなっております。じゃあまたちょっとゴール地点に行きましょうか。反対の道通っていきましょうか。反対の道を通っていきましょう。まだあのちょうどこっちの競泳の前のね、屋台側をね、通りたいなと。通ってもうそろそろ終わろうかなと思いますけれども、信仰協会ね、阿波踊り信仰協会はね、僕たち所属しておりますので。あ、こっちがそんなに屋台ないんですね。こっちはあまり屋台がないんですね。美味しい匂いがね、いいですね、バーベキュー。あー、うまそう。うまそうだ、食べたいね。あ、これ大塚製薬でございますね。大塚製薬。さあ、どうも。まだね、あの水玉が来ないので、ちょっと屋台をまた見ましょうか。屋台巡り、ホテル浜。あ、屋台もこっちはもう 2,3 店舗しかないんですね。イカ焼きですね、イカ焼き。でも広島焼きの、広島風のお好み焼きがね、結構出てますよね。逆に関西のお好み焼きってあんまりないですよね、屋台で。お前ですか、めちゃめちゃ当たるよと。お、すごい、めちゃめちゃ当たるよ。
すごい。かな、かな、かな、なんて書いてあるの、かなら、そう。映ってますでしょうか。あららら。あらら。じゃあ映ってますでしょうか。お、僕の真横に来た。僕の真横に。さあ映ってますでしょうか。さあ映ってますでしょうか。いやすごい、ヤジ馬がすごいね。ヤジ馬すぐ集まったいっぱい。何を興味あんねん、こんなん。人が倒れた言うのになんでそんなヤジ馬集まんねん。さあ西、21時間に分かれん。西で、西でってことはさっきの演舞場かな。さっきの演舞場の西、え、特にあの方向がまだよく分かってなくてですね、ここが、ここが何やろ、ここ今僕どこですか、これ、これ僕どこですか、僕は一体どこに行けるんですか、僕は。ここ阿波踊りの中心、中心で助けを叫びます。あ、今日カミカミ、もうめちゃめちゃ言葉噛んでおります。もうカミカミですね、言葉カミカミです。お、なるほど。いいですね、いいですね。こっちを見られている、子供にこっちを見られている。僕のカメラ映せるかな。
さあ、開門が開きました。自然と手拍子が始まりましたね。以上、一拍子みんなが出ていっております。さあ、セリフが出てきましたね。さあ、ボクボクと新たなレーンが、演舞場の中に入ってまいりました。囲まれた。さあ、携帯を渡しましょう。カーピーに携帯を返しましょう。カーピーに。はい。だから一回携帯鳴ってたから。マジで。すごいすごいポケットでバイブが。そうなんよ。迷惑メールから落ちちゃってるね。おわ。大変だ。やばいよ。あれ、出川さあ、この後、ミシレニワカレンに参加しろかなと。知り合いです。じゃあ、この後ちょっとニワカレンの方に参加してみたいなと思います。ということで、ちょっと移動しよう。じゃあ、では。はいはい。さあ、にわかれに参加していきたいなと思います。ああ、綿菓子食べたいね。こっちはさっき通ったからこっちで行こうかな。待ってくださいね。よいしょ、荷物がうちわが落ちそうです。